新型コロナウイルスはアメリカ南部でも広がりを見せていますそんな中現地メディアによりますと11日から13日にかけてアメリカ南部の複数の州をまたぐ広い範囲で40以上の竜巻が発生しました数百棟の建物が倒壊しこれまでに32人の死亡が確認されていますアラバマ州では避難優先のため 新型コロナの感染拡大で出されていた外出禁止令を一時解除しました。避難所には多くの人が集まり、さらなる感染拡大の恐れも出ています。